皆さん、こんばんマーティン。ではのミルクボーイ、キングタケです。今日は、吉野家の裏オーダー、そして伝説の裏オーダー、用語の話です。まず裏オーダー、頭の大盛り。まあ、格上げですね。頭の特盛り。あとは、ネギ抜き。玉ねぎ抜いてほしい人のための方法。お湯割り。これ味噌汁、黄身だけ。水割り。ネギだく。あとは、つゆ抜き。つゆだくだく、つゆだく。軽いのですね。はい。あとは赤多めはまあ赤身ですね。はい。とろ抜きはまあいろいろ。はい。とろだく。あとはネギだけ、玉ねぎだけ。肉下。あとは爪白。芯だけですね。吉野家が使う専門用語は、ラウンドは店内見回り清掃。フレッシュは生肉。対抗者は牛丼のタイヤ、アクや肉カスの除去作業。キメは牛肉を玉に入れる動作。合わせはドンとお玉の左端を出せる動作。返しは松湯を返すんですね。はい。抜きはお玉を手首のスタップで右下に振り抜く動作。目線は意識ですね、要は。はい。というわけで、早い、安い、うまいの吉野家の裏オーダー方法でした。バイバイ。